こんにちは、イックです。ペルソナ4ザ・ゴールデン、今回リマスター版プレイステーション4バージョンで遊びます。こっちゃんのゲームね、昔ビータ版で遊んでたことありまして、まあ一周クリアしたんですけど、あれから考えるともう10年以上前、以上じゃないか10年前ぐらいだね。懐かしい。ペルソナシリーズは2から遊んだことありまして、2の罪と罰両方クリア、その後初代行ったけど初代は挫折、難しすぎて挫折で、その後この4のゴールデンはコレクボ見ながらクリア、当時コレクサイトかな。でその後にプレイステーション5じゃない4のペルソナ5ザロイヤルとスクランブルは遊んでクリアしております。5と比べると個人的にこっちの4の方が好きかな。こうキャラクター同士の仲がめちゃくちゃいいのと、めっちゃ青春を謳歌してるのと、あと連続殺人事件も追うという結構サスペンス色も強い作品なんですよね。ではまあそんなこんなでいい加減いきましょうか。ニューゲーム、間違えた。決定ボタンがね、プレイステーション5だとね、×ボタン。まあコンフィグとこちらの方で決定ボタン選べるんですけどね、親切。ではニューゲームいきましょう。まあネットワーク機能一応オンにしておきましょうか。みんなの声がどんな選択肢選んだかわかるよ。救援要請、まあ今ならいっぱいいるかな。で難易度、ストーリー変化はないのでもうご自由にどうぞ。いつもならノーマルなんですけど、ちょっとイージーで結構ダンジョンが長いゲームなので、ちょっとね、さすがに一番難しいリスキーとかはちょっと置いといて、イージーでやらせていただきます。すいません。セーフティーはちょっとぬるすぎるって感じになりそうなので、間取ってイージーです。まあ、いつでも変更可能って書いてあるしね。ブーン。では、本編をごゆっくりお楽しみください。この物語はフィクションです。いきなりカミカミしちゃった。実在する日本にこんなとこあるかなっていうぐらいのリアリティさを持たせてるのもなかなかすごいのよね。そんで時々アニメーションムービーが入るのもペルソナシリーズの特徴ですね。いたね、いきなりベルベットルームから始まる。ペルソナシリーズといったらもうこの鼻が長いおじいちゃん。ようこそベルベットルームへ。いきなり来ちゃったん。もうこの声もね、もう聞けないんだよね。声優さんお亡くなりになってしまったから。これはまた変わった定めをお持ちの方がいらしたようださっきの怪しい車の中にいきなり主人公を飛ばされております。私の名はイゴール、お初にお目にかかります。まあシリーズ経験者はお初ではないんだけど、一応主人公とはお初ですね。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。本来は何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。あなたには近くそうした未来が待ち受けているのやもしれませんな。ちょっと先乗りしちゃったねって感じだね。どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょうか。さて主人公の名前、特にデフォルトネームというものはございませんのでご自由にどうぞ。まあ、大半の方はこのペルソナシリーズアニメーション化もされているので、アニメ版の名前を付ける人が多いんでしょうけど、私は違うのいきますよ。大体ゲームの進行デフォルトネームがない場合の私の名前、選ぶ名前。角谷司です。ちょっと
漢字の司は本来武士の神なんですけど、それだとちょっと分かりにくいのでこっちの司にします。分かる人は分かる、特撮好きな人は分かる、仮面ライダー好きな人は分かる、ここはペルソナ4ゴールデンの世界かみたいなそんな感じの名前にしちゃう。角や司でいきます。なるほど。ではあなたの未来について少し覗いてみるといたしましょう。占いは信用されますかな？今はそんな信用しないかな。やっぱ不安な時はちょっと信用しちゃうけど、信じたくなる気持ちもあるけど、今は特にないかな。常に同じにカードを操っておるはずが、まみえる結果はその都度変わるまさに人生のようでございますな。これは塔のカードかな。おお、近い未来を示すのは塔の聖域。合ってた。どうやら大きな災難を被られるようだ。そしてその先の未来を示しますのは、月かな。月の聖域。迷い、そして謎を示すカード。実に興味深い。ペルソナシリーズで月といったら2のマヤ姉ちゃんを思い出しますけど、まあこっちでは関係ないですね。あなたはこれから向かう地にて災いをこむり、大きな謎を解くことを課せられるようだ。近くあなたは何らか契約を果たされ、再びこちらへおいでになることでしょう。今年運命は節目にあり、もし謎が解かれねば、あなたの未来は閉ざされてしまうやもしれません。いきなり物騒なこと言われてる。私の役目はお客人がそうならぬよう手助けをさせていただくことでございます。おっと、ご紹介が遅れましたな。こちらはマーガレット、同じくここの住人でございます。そうそう、マーガレットって名前だったね。で、なんか条件満たすと戦えるんじゃなかったっけ。めっちゃ強いんじゃなかったっけ。お客様の旅のお供を務めてまいります、マーガレットと申します。詳しくはお祝いにいたしましょう。ではその時までごきげんよう。ほんとこのイゴールのさ、この人全然味方なんですけど、このデザイン考えた一番最初の人すごいよね。多分金子石が考えたんかな。ペルソナのバンド2のデザインされてた方なんですけど、これで味方側のキャラクターってのほんとすごいよね。悪いやつにしか見えないっていうね。アナリセちゃん、いきなり水着。まあこの子アイドルだしね。面倒なのも我慢するのも店に無理。気がしんどすぎ。この夏は爽やかにスリムケロリーマジック。そんな CM でした。この山のなんとかさんも結構なんか重要なキャラクターだったような、不倫がうんちゃらかんちゃら。もう最初から結構いろんな情報を払えてますね。やっぱこういうミステリー系のやつはもう至るところの情報も逃すなって感じだね。不倫発覚とか、正解のうんちゃらかんちゃらとか。さあ主人公。あ、もうみんな知ってると思うが、3月いっぱいでこいつが転校することになった。ほら聞けお前ら、話終わってないぞ。というわけで主人公は東京から都会から田舎へ引っ越す。もう電車が一気に特急になりましたもんね。こういうのあるよね。今回の舞台は都会ではなく田舎です。駅まで迎えに行く八十稲葉駅改札口、16時。
現者の名前アトラスって書いてあった。不倫疑惑。不倫のあたり美人アナウンサー。そろそろ出る？おお、そうだな。果たしてこの三角関係どう？裏山けしからんって言っちゃうなよ、まったく。そしてなんかいかわしい映像流れましたね、今。そうそう、田舎の電車ってこんな感じなんすよ。うちの地方もこんな感じだけど。そしてまだいかがわしい映像が。なんか主人公ふっと見えちゃう。あれは何だろう。ってやってる間にどんどん電車は田舎の方へ。のどかな風景ですね。というわけで今回の舞台の場所に到着です。4月11日から始まる。おい、こっちだ。ほんとこの声優さんももうお亡くなりになっちゃったんだよな。安心感のある声ですね。おう、写真より男前だな。だもん、それほどでも。ようこそ稲橋へ。お前を預かることになってる堂島良太郎だ。お前のおふくろさんの弟だ。一応挨拶しておかなきゃな。要はおじさんでいいよね。ここで選択肢よろしく。しかし大きくなったな。ちょっと前までおむつしてたと思ったが。ほんとよその子って成長早いよね。うちは娘の七子だ。この子めっちゃ覚えてる。エブリデイヤングライジュネスってめっちゃ今でも覚えてるんだけど。俺挨拶しろ。妹です。妹分だけど正確には。道は赤くなっちゃう、恥ずかしいね。こいつ照れてんのか。いてベチ。照れ隠しなの。さて、じゃあ行くか。車こっちだ。そしてねえ、この子はゴールデンカー追加された子らしいね。もともとの無印にはいなかったキャラクターらしいね。落ちたよこれ。愛想ない症状って書いてあるけど結構そうでもない。これ多分自分のじゃないって言っとこう。君のだよ、落としたの見た。なんだろうな。念のため用意してきた堂島家の連絡先が書かれたメモだ。自分のですね。落としてしまったらしい。ごめんね。別にいい、拾っただけだから。もらうね。おい、どうした。堂島の車で家へ向かうことになった。あー、このガソリンスタンドはこれ確かなんか結構重要な意味あった場所じゃなかったっけ。ガソリンスタンド。あっせっせ。トイレ一人で行けるか。奥を左だよ。左ってわかる？お箸持たない方ね。わかるってば。あの頃はちょっと背伸びしたいお年頃でもあるしね。どこかお出かけで？いや、こいつを迎えに来ただけだ。都会から今日起こしてきてな。へえ、都会からすか。ついでに満タン頼む。ああ、レギュラーでな。そうそう、この頃はまだあのガソリンスタンドってセルフサービスって少なかった頃だもんね。あ、このゲームの時系列的な2011年あたりらしいです。はい、ありがとうございます。一服してくるか。君高校生？
そうです。都会から来ると何もなくてびっくりしちゃう。実際退屈すると思うよ。高校の頃つったら友達ん家行くとかバイトくらいだから。ほんと田舎の子って遊ぶ場所少ないんだよね。でさ、うち今バイト募集してんだ。ぜひ考えといてよ。学生でも大丈夫だから。握手。これがなんかさ、おっと仕事しないと。これがなんかさ、ちょっとどこまでネタバレ言っていいのか分かんないけど、この握手が実は重要なあれだったとか、そんなね分からんよねっていう。だから今の握手超重要な意味を持ってるんですよ。なんかそこはめっちゃ覚えてる。さて、7個はこちらを見つめている。大丈夫？車酔い？具合悪いみたい。長旅の疲れだろうか、言われてみると見ると軽いめまいを感じる。カミカミですまない。ちょっと握手した後ちょっとなんかおかしくなっちゃったんだよねみたいな。どうした、大丈夫か？ね、大したことはない。長旅だったろうからな。ま、無理もねえさ。散歩がてらその辺でも見てきたらどうだ。戻ったら声かけてくれりゃいい。散歩がてらその空気でも吸ってくるといい。この商店街は家の近所だからな。店の場所とか覚えておくといいぞ。さて、西部は葵町で、好きに動けるよ。バス遅い。1本乗り遅れただけでこれだもん。そうそう、田舎のバスなんてそんな1時間に1本とかそんなんすよ。バイクでもあれ楽なんだけどな。バイクあったね、このゲームで。バス停見れるかな。うん、特に時間割見えないな。そしてこの普通のワールドマップでもこのおしゃれな BGM かかるのはね、3コーン特徴ですな。でさっきの拾ってくれた女の子、どっかであった？さっきあったよ。さっき？うん、そう。少女は何か考え込んでいる。ここで何してんの？何もしてない。ちょっと行っただけ。行くとこないから。黙り込んじゃった。まあ、まだまだ謎のって感じですね。ここは本屋さん。と金属細工、ここは武器関連なんかするとこだったっけ。小松の男は店の奥で一心不乱に何かを叩いている。老夫婦、うん、商店街なんか用事？何でもあるよ。昔はもうちょっと栄えていたんだけどね。ジュネスさえできなければね、便利にはなったけど寂しいもんさね。そうそう、うちの地元もそうなんだけど、駅周辺の方が廃れてんですよね。郊外の方が栄えてんですよね。豆腐店、あ、ここ確かあの子の実家だったな。冷蔵庫のやつしない？食べちゃったよ、余ってんじゃないの。のどかだな。この子なんか後々イベントだったような。どうだったっけ。まあいいや。カプセル販売機、ガチャガチャ動かない。視力商店、ここ雑貨屋さん的なやつだったっけ。田舎っぽくない男性、なんじゃそりゃ。いいね、この店実にいい。程よく不便で程よく便利なんだ。絶妙なバランスだね。やっぱ田舎はこうでなくっちゃ。確かに不便すぎてもいいや。便利すぎるのは確か飽きちゃうとかそんな感じなんかな。なんか今この辺反応したような。あ、自販機なんだ。売り切れ、補充して。うん、まあこれ以上いけないか。
七子ちゃんまだまだちょっとぎこちないね。大丈夫？気遣ってくれてる。難しい落とし子だもんね、しょうがない。どうだ気分は、そろそろ車に乗れそうか。オッケー。じゃあ行くとするか。ワンコお尻尾フリフリ。そうそう、こんなお家だったね。スクーターいきなり置いてあるね。道島家に到着した。ご立派なお家。田舎ってこういう感じの雰囲気だもんね。いいよね。これから1年間自分の家となる場所だ。夜じゃ歓迎の一杯と行くか。やっぱ地べたに座ってってやるのが田舎よね。いいよね。しかし兄さんと姉貴も相変わらず仕事一筋だな。海外勤めだったか。一年限りとはいえ親に振り回されてこんなとこ来ちまって、子供も大変だ。まあうちは俺と七子の二人だし、お前みたいのがいてくれると俺も助かる。これからしばらくは家族同士だ。自分ちと思って気楽にやってくれ。そして歓迎パーティーがスーパーで買ったお寿司というのもね。寿司うまいからね。さて選択肢おっす早速遊んでますよ選択肢。おっすちゃんと答えてくれるね、優しい。お前意外と体育会系か。まあこの4の進行番長で呼ばれてますんで、押すって言ってもしょうがないよね。さてじゃあ飯にするか。ったく誰だこんな時に。堂島だ。やっぱこの頃はスマホとあのガラケーが混在する時期だね。おじさんはガラケー。うん、ああ分かった。場所は分かった。すぐ行く。酒飲まなくて当たりかよ。事件ですね。仕事でちょっと出てくる。急で悪いが飯は二人で食ってくれ。帰りはちょっと分からん。七子あとは頼むぞ。おじさん警察だから七子ちゃんいつも一人でお留守番が多いんでしょうね。寂しいよね。でも今度はお兄ちゃんいるから、しんこいるから。七子、外は雨だ。洗濯物落とした。入れた。そうか、じゃあ行ってくる。ちゃんと字幕がついている。音にも字幕がついている。降るでしょう。では明日のお天気、時間帯ごとの変化です。やっぱ、音欲しくなるとテレビポチってしちゃうよね。西から張り出した雨雲のせいで明日は終日雨となるところが多いでしょう。いただきます。二人きりになってしまった。何か話した方がいいだろうか。大変だね無難すぎる。こうだよ。お父さん刑事だから。あ、そうそう、ここで初めて刑事ってわかるんでした。先走っちゃってすいません。次のニュースです。稲葉市議秘書の生為太郎氏が不適切な女性関係から身体を取り沙汰されている問題。こういう不適切な関係って今も昔も変わらんよね。夫人で演歌歌手の柊木美鈴さんは取材に応じ、慰謝料を求め争う考えを明らかにしました。事態を受け地元テレビ局アイテレビジョンは、生為氏と愛人関係とされる所属アナウンサー山野真由美さんを全ての担当番組から降板とし、問題解決まで出演を自粛する方針を発表しています。ニュースつまんないね。まあね、女の子にはつまんないよね。こっち。ジュネスは毎日がお客様感謝デー。出た。来て、見て、触れてください。 Everyday Young Life Juness。
Three. Every day young life journeys. あ、懐かしい。めっちゃ懐かしい。食べないの？この時だけ、ナナコちゃんめっちゃノイノイなんだよね。食べます。さて、自宅ではカレンダーでもデータセーブできるよ。というわけで、まだまだ始まったばかり。台所は綺麗、あんまり使われていない。冷蔵庫に食材が入っていればお弁当を作ることができるかもしれない。そうそうそう、こっちの進行もいろんなことできちゃうんですよね。めっちゃ精神謳歌するよ。冷蔵庫の中はラップがかかったチャーハンが入っている。食べてみようか。うん。速攻。冷凍食品に違いない味がした。まあ。まあでも最近の冷凍食品のチャーハンでめっちゃうまいからね。この頃はまだそうでもなかったんかもしれない。さて、道場は割り当ててくれた自分用の部屋だ。ぐっちゃぐちゃです。休むことにしようか。待って、ななこちゃんと喋ってから。戸惑ってる。そっとしておこう。まだまだ壁を感じる。さて、もう休みましょうかね。寝る。今日から1年間この町で暮らすことになる。うまくやっていけるだろうか。明日からは学校だ。とにかく早く眠ろう。おんや、なんだか不思議な夢を見たぞ。そんな感じだね。ここは一体、辺りは深い霧で覆われている。とりあえず進んでみるしかなさそうだ。まっすぐに行くしかない。ちょっと周りがね、ざらついてる砂嵐な感じがね。今ちょっとジャミジャミって言いかけた。ジャミジャミは方言だっつの。謎の声。真実が知りたいって、誰かの声がしたような気がする。誰でしょうね。それなら捕まえてごらんよ。声は奥の方から聞こえる。向こう側に誰かの気配を感じる。行きましょう。いきなり武器持ってますよ。追いかけてくるのは君か。やってごらんよ。いきなり戦いが始まった。スキルいきなり持ってる。ちょっと待って。いきなりペルソナ使いますよ。スラッシュ。へえ、この霧の中なのに少しは見えるみたいだね。切りかかれ。なるほど、確かに面白い素養だ。大難なんだ一体ってな感じのまま戦うしかないね。ジオの魔法も打っちゃう。でも簡単には捕まえられないよ。求めてるものが真実ならなおさらね。混迷の霧を放って深い霧に包まれて
防御しよっと。誰だって見たいものだけを見たいように見る。そして霧はどこまでも深くなる。見たいものを見たいのはまあそりゃみんなそうなんだけど、当たらない。いつかまた会えるのかな、こことは別の場所で。楽しみにしてるよ。意識が遠くなっていく。という夢を見たんだ。不思議すぎますね。誰かの声が聞こえる。朝ごはんできてるの？うん、ななこちゃんの声。そろそろ起きる時間だ。何やら悪夢を見たような気がする。なんかいきなり武器を大剣持ってさ、謎の力を発揮してさ、何なんでしょうね。何だったのだろうか。今日から学校だ。とりあえず今へ向かおう。おはよう。ななこちゃん、お手製のトーストが置いてあるん。よしっと。じゃあいただきます。お父さんお仕事？事件あったから帰ってこないよ。今日から学校でしょ。途中まで同じ道だから一緒に行こう。行く、一緒に行く。七子はどこかそわそわしている。七子と一緒に登校することにした。とりあえず食おうぜ。さて、通学路、鮫川河川敷。今日は雨。あとこの道まっすぐだから。私こっち。じゃあね。親切。ほんとよくできた子じゃ。ここまでのご視聴ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。よかったらチャンネル登録や高評価のボタン、コメントいただけると幸いでございます。それではまた。